は。こんにちは。お集まりがたくさん集まり、お集まりいただきましてありがとうございます。今年も無事にこの秩父宮ラグビー場で、郡上踊り青山を開催することになりました。これはひとえに皆様のご声援のおかげだと思っております。また港区や郡上市のご協力があって実現したと思いますので、今日明日楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日は郡上踊りが青山のたくさんの方にも参加のもとで、もう夏をもう先取りするような、ね、この御殿のもとで開催されました。おめでとうございます。そして郡上市からは山川博之市長、春にですねご就任されて早速、来ていただきました。また郡上八幡観光連盟の皆さん、郡上市観光連盟の皆さんや郡上八幡観光協会の皆さん、そして郡上踊り保存会の皆さん、郡上市挙げてのご協力をいただきました。そして迎える青山の皆さんは坂本勤め郡上八幡青山会前商店街商店連合振興組合の皆さんや、そして小林首相委員長をはじめ実行委員の皆様、青山の街を挙げてのこのイベントになりました。会を重ねて今年で28回ということでございます。青山の街はそもそもこの青山の地名からですね、郡上八幡の上司でありました青山市に、お屋敷があったことに由来するというふうに言われておりまして、古くから遺憾にあるところでございます。そしてこの開園前と郡上市のお付き合い、それに今日も参加させていただきまして、今区の子どもたちが赤坂青山の子どもたちが、夏休みにですね郡上市に行って、この豊かな自然体験をさせていただいておりまして、また郡上市の中学生はここ青山に来て、企業訪問ですとか野球観戦なども楽しんでいただく、こういう交流も盛んになっております。ぜひ皆さんも今日は本番に先駆けての郡上踊りを十分に楽しんでいただきまして、そしてまた今日はたくさんの物産を運んでいただいております。味も楽しんでいただいて、そして次は本場郡上市での踊りで足を運んでいただければ、一番、この今日の催しが皆さんにとっても素晴らしいものになると思います。郡上踊りがこれからもますます盛んになりますように、そしてご参加いただいた皆さんのご健勝ご活躍を記念してご挨拶とさせていただきます。誠におめでとうございます。今日のためにわざわざ上京していただきました郡上市長山川さん、ご挨拶よろしくお願いします。どうも青山の皆様こんにちは。こんにちは。つい先日まで私は脳神経外科医をしておりました。この度4月から郡上市の市長を拝命した山川と申します。かなちゃんと一緒に参りました。踊りに青山も第28回を数え、この港区の皆様、そして今日お越しのこの竹井様部長のお金を持ってここまでやってくることができました。この商店街の大変とお仕事をしておられる皆様にも大変お世話になり、この踊りがこうやってたくさんの皆様をお招きしてできるようになりました。港区での夏の風物詩になっていきますよう、これからも一緒になって続けていけることを望んでおります。私の話を聞くより踊りたくてうずうずしておられる方がたくさんおられますので、そろそろ行きますか。では郡上踊り青山ただいまで開催いたします。ありがとうございました。踊りを開催しますけれども、毎度好評の郡上院青山の免状は、今日は
猫の子。抽選会の前、18時45分の前に、審査をいたしますので、張り切って踊ってください。それでは、保存会の皆様、よろしくお願いいたします。最初は胡蝶川崎で、お願いいたします。はい、こんにちは。素人に青山、開催します。胡蝶川崎より始めさせていただきます。東京行進会を行くよ。あれすごいですよね。あれ
Thank you.
日は
ことを学びましたです。いいよー。